情報を売れ。あそこのテーブル、椅子のテーブルとか座ってみることだな。寮のパネルとか見てみるんだな。俺は何もなかった場所を教えてやったぜ。ということは、あれ、はめられた。何もねえじゃねえかよ。お、本当にあるじゃん、本当にあるじゃんか。悪いことをした気分だ。びっくりした。あとお前今日口くせえな。あ、これさっきプロテイン飲んじゃいました。中心に向かって喋るから。プロテイン飲んじゃう。最近君は口臭くないですね。もうね。お、え、そうなの。うっせえじゃねえか。何詐欺すんなよ。なんだよ。あれを使うしかない。こうなったら。お、なんだ、なんだこれは。お疲れ様です。あちらに都心です。都心警備が犯人の時間です。はい、あちら行ってください。お疲れ様です。はい、救急隊です。はい、何をしてる。都心さんはそっちに犯人が逃げたって言ってましたよ。これを見ろ。え、こっち来い。あいつの録音した声だ。これを聞け。お宝を探してっと、はめられた。マイケル・ソフィアルド。でもさすがにスタジアムこう反り返ってるから上がっては来れないはず。これ、上がってこれんだ。おお、早っ。やばい、これ遊んでると本当に出てきちゃう。ティッシュ、ティッシュ。あ、あれから1日が経ちました。動画回すとね、ほんと出てこないんだよ。忘れた頃出てきやがる。びっくりした。うえ、え、え、おお、うえ、え、え、うえ、え、え、おお、お前マジか。一緒にプレスやってきたじゃないか。こんな、こんな仕打ちで返される。そんなふりせんしてきた覚えないのにな、ほんまにと。いや、そうでもないですよね。順番に見せてもらいましょうかね、うん、はい、じゃあ我々から VTR 見てもらいましょうかね。はい、はい、じゃあ VTR こちらです。あ、ちょっと待ってください。はいはいはい、あの目的地を設定してください。快活クラブに。でもあの快活あれだよ、2021年で閉店するらしいよ。え、なんで。うっそー。あと普通に快活で俺もえって言っちゃいました。大嘘です、はい、言ってたな。イエス公の父君の、これは何ですか。松平広忠はイエスのお父さんなの。芝居の実家と広忠の実家バカ近いよ。え、そうなの。そう。え、え、松平の実家。嘘をつくだーまた。全部信じるやんか、メイク。キテイさん。嘘をつくは今回汎用カードだから絶対出てくるんだよ。めっちゃ真剣見ちゃったけど。誰よりもリアクションいいんだよ。次に、テキスコラウンド。君たち変態です。え？思考はそういう意味ではないです。え？こっち激思考？どっちの思考です。うわあ、ごめん、それはそれは申し訳ない。別に妥当。確かにな。俺ら超恥ずかしいやん。俺らで横にやってても激思考でこうやってなんでどういう金玉まで慣れてんじゃねえか。なんだね。これが乳酸菌スティックをそのまま溶かしたやつ。これがもうカルピスなんで結構近い。これがカルピス。もう、うん、もうね、カルピスなんです。うん、結構ね、いい。なんかすごい、なんかタンみたいなのが浮いてるけど大丈夫。いや、関係ない。うん、いただきます。あ、てつや飲んでみる。りょうの笑顔がすごい。りょうが笑顔すぎる。でもグッと飲んだ方がいい。大丈夫、全部飲んじゃった。それ残ってんの。グイッと。すごい。
おおおおおパーがなくなる、パーがなんで耐えてたの。いや一瞬で耐えて哲也の人がいいっていう判断。すごいすごい判断だね。タンみたいなの浮いてる時はそれタンですかね。おい オルトと F4 で早く触れる。は？騙したー！騙した人がいる！騙した人がいる！このやつ押したら早く触れるって書いてあったから。やったら消えた！やったら消えたー！やれやれ、よく来たな夢丸。お前にバトルを申し込む。いいだろう、闇賭博だ。まあお互い写真というか情報を送ったな。全てをかけて勝負をしようと俺は申し込んだ。それを容赦するか。勝負しよう。よし、今回の勝負はチンチロだ。ルールは簡単、サイコロを3つ振り、出た目の大きい方が勝ち。例えば1、1、6だとしたら、6が目だ。ほうほう。揃った2個ともう1個、このもう1個が数字のデカさだ。何も目が出なくても3回まで振っていい。ほう。ただ1回でもう目が出てしまったらそこで終了。いいだろう。よし、勝負しよう。先攻後攻じゃんけんぽい。勝った方が全てを得る。はぁ、1、5、6目なし。目なしね。頼む、豚だけは勘弁してくれ。はい。2、2、1。1。おお、これはいいんじゃない俺。ひふみを出すか豚以外はひふみ丸の勝ちだ。なるほどな。頼む。6、6、4。ひふみ丸の勝利。うおお。くそー。お前は言ったよな、すべてをかけると。持ってこい。紛れもね、俺の弁当箱だ。ああ持ってね。くそ、開けてやる。はあ、俺の弁当が。全部をかけて勝負しようと LINE で約束した瞬間に俺は全てを食ったよ。かける量をこんなことするとは思わなかったよ俺は。まさかこんな優しいやつだと思わなかった。いやだがしかし守れたのがでかい。くそ、欲しかったなそれ。じゃあその入れに行く当日まで飛ばしましょう。はいはい、スキップ。ねえ、撮影終わってるよ。こっちに撮影はもったいません。これ天職かもしれん、これ。フリマどこ目指してるんですか。なんか業が無視してるんですか。え、ちょっと買い物していいですか。こっちの近いんで。あ、もう全然いいですけど、ね、買い物になると子供になっちゃうから、何を。お、ボールはドールショップに入ってますよ。ドール。え、本当にドールのボールショップに向かっていくの。サラマンいない。ありがとうございます。サラマン、ここですか、サラマン。あ、これ予約をした柴田なんですけど。はい、どうぞ。お願いします。哲也がまた詐欺に遭い、僕たちの全財産が奪われました。